毛利ふさあ天保十三年十一月五日は、長州藩一門が老である、宇田元氏への十代当主。父は、毛利就任。母は、側室中村氏。兄は毛、毛利金義、毛利ふさなお。性質は、増田親愛の娘。子に毛利元子と武器、村上陽。養子に、毛利元助。通称は、正之助、匠。完成六年。 宇田毛利就任の三男として生まれる。藩士、小田町方田の養子となっていたが、文化2年9月に実家を相続していた兄金吉が、急死したため、その末期養子として実家に戻り、宇田毛利家当主となる。兄たち同様、当時の藩主である、毛利人志望より返記を受けて不さあと名乗る。その後は、当職として、藩主毛利り再広氏生元に仕えた。 文政2年、宇佐八万宮の拝殿を再建する。文政10年、当職を辞職する。天保5年、家臣がふさわと嫡男元言武器の二拝に分かれて、対立し、家政の乱れを理由に過半役を免じられる。天保6年、不仲であった嫡男の元言武器を病弱を理由に、拝着する。後、ふさの性質の姉を母とする、毛利元助を養子として、家徳を譲り、 隠居する。天保13年11月5日没。去年49。元刑の後は、不さの実施で、野島村上氏に養子入りしていた村上伊王の子、もう年家臣が継ぐこととなる。また、廃着された実施の元こと武器は明治4年に分家し、明治15年に68歳で没した。ありがとうございます。